今って使い捨ての時代ですよね。私が30年ほど前に、服飾専門学校を卒業して、繊維会社に入った時は生地を作って型紙を作って、修正して展示会サンプルを作って、でまた修正して、で今度生産用の型紙ですね、サイズ展開をして、から工場さんに依頼して、それで、出来上がった商品がデパートに並んでお客様の手元に届く、それが大体1年以上かかってものづくりをコツコツとこだわって作ってたんですけれども、それがだん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 時代の変化に伴って、海外で生産するようになって、まあ大体2週間ほどぐらいでできてきてしまうこともあるんですね。でそうするとなんか消費者の方も簡単に買って、安易になんか割と簡単に捨ててしまうというような世の中の風潮にちょっと疑問を感じて、でものづくりに対して悶々とした日々を過ごしてました。でその時に着物で、一枚一枚お客様とお話をしながら一点一点その人の抱えてる悩みだとかを聞きながらものづくりをさせていただくっていう機会に恵まれて、それでやっぱりこんなに世の中に既製品が溢れているのにまだまだ足らないものもあるんだなっていうことに気がつかされましたね。個人的に作ったものなんですけれども、東京のビッグサイトと代官山に出展させていただいて東京へ出向くことになりました。でそこで、竜宮さんも発明王を取られてて東京のビッグサイトを来られてました。そこでパシーマと出会います。で20年以上生地を触ってる私なんですけど、もうこれは素晴らしいと思ってすごく感動したんですね。でこれだったら赤ちゃんからお年寄りまで本当に気持ちよくぐっすり眠れたりいい生活ができるんじゃないかと思ってものづくりをしたいなと思いました。そして生地で分けていただきたいと思って、交渉しました。そしたらOK って言っていただいて現在に至っております。パシーマとの出会い、人間味あふれる竜宮株式会社の架橋社長との出会い、きっと必然だったと思います。私の人生は変わりました。起業してものづくりをしてお客様からいっぱい喜びの声をいただいて感動の日々を送らせていただいております。これからも一人でも多くの方に笑顔と元気な生活を送っていただきたい、そのお手伝いがしたいと思っております。架橋、手と心をつないで伴走者となりお客様の輪を広げていきたいと思っております。